はい、どうも花江でございます。今日はですね、佐賀県嬉野市ね、でちょっとですね、みんなで夕食をという感じでございますけれども、こちらでございますね、老舗のお食事所しずさん。ここはもう本当に美味しいお料理たくさんありますんで、はい、ご紹介します。行きましょう、しずイエイイエイ、行きましょうね。これ息づくりもあったり、温泉湯豆腐もあったり、普通にこうね、ジャンボとかそんとかで定食とかもありますけどもね、はい、行きましょう。こんにちは、失礼します。はい、どうも、お願いします。アジだ、イケスモール、はい、わすごい、あれはアジですか。はい、ということでね、しずさんね、中入ってきましたけどね、いいですね。そうだね、ほら、ばあばが、ほら、椅子がね、膝が悪いから、膝がね、ちょっと悪いからね、椅子があるのもいいですよね、すい、高いところで、はいはい、いろいろメニューでも、いろんなものがあるんですよ、うん、お湯作りもあったり、うんうん、あとは、こういう鍋とかもありますし、どうしようかね、あとこれ定食とかもありますからね、うん、うん、いっぱいあるね。そうなんです。麺類も丼もあります。へえ、難しいな。どうしよう、しょうちゃん。単品料理もあります。まずですね、お作りの、はい、あの盛り合わせみたいなのと、はい、それとあとこの温泉湯豆腐、はい、あとですね、釜飯定食、はい、それとカツ丼、はい、あと焼きそばは皿うどんですね。はい、じゃあこの、サラドンと、はい、それとあそこの、お皿をいくつかこう、はい、いただけると。何ものあります？レバーとか。あ、大丈夫です、全然食べれます。あと飲み物はどうします？いらない、いいの、うん、いいっすね、温かいお茶でいいですか？はい、と冷たいお茶もお茶です、うん、お冷やがりですか？はい、はい、はい、すいません、お願いします。はい、あと花輪さん、これ裏返しだよ。ずっとそれ映ってたの。え、どうしよう、いつから裏返し？知らん、恥ずかしい。あ、これがだ、いつから裏返しだった、だから笑ってたのかな。あ、そうだよ、だってずっとクス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 してたよ、天使さん。え、まずいつから裏返しだった？ずっとかもしれない。わかりにくいね、でもこれね、うん、いや、うん、いいね、たらでね、こういろいろ置いてあるのがいいですね。なんでも少しずつ。あ、そうですね、ちょっと少しずついただいていいですか？レバーとかも。あ、そうですね、だし巻きも美味しそうですね、はい、うわ、美味しそうだな。それレバー、レバーとチキンカツの、あ、違う違う、レバーと金柑の煮物、はい、レバーと金柑の煮物です。うわ、タケノコとかね、今が旬ですよね。美味しそうだな。少しずついただきましょうかね、それ。レンコン、だし巻き、手作り。そうですね。あ、しずさん何年ぐらいなんですか？もう50年ぐらいです。50年、もう2代目、3代目。あ、そうですか。皆さん、お名前はしずで、そういうことにしておきましょう。初代の母の名前がしずげなんです。あ、それでしずになって。50年ですか。そうですね、もう超老舗ですね。ありがとうございます。
母さん。あ、お母さん、いいですか、すいません。初代の静江さん、そして2代目、3代目とかですね、2代目、3代目という。いや、ありがとうございます。みんな女性なんですね。表に立ってるのはね。そうですか、ありがとうございます。こういうお店。あ、すいません。お願いします。すいません。おった。おった。おー。うわ。お、今閉めたんですね。はい。うん、これはどこの魚、どこの味なんですか。これカラスの方です。あ、カラスか。はい。ありがとうございます。どうぞ。おお。もう手作りなんですね。そうですね。締めたばっかの、プルプルプルって味です。美味しそう。こうずつ味のお作り、美味しそう。いや、行っちゃってください。
うまい。ごめんね、くしゅんとかぶっちゃったね。うん、ああ、湯豆腐。ありがとうございます。そこに。うまっ。なかなか食べれないからね、お作りなんてね。ねやばい、超うまい。うまい、ほんと。ちょっと。止まらないな、これは。うん。おいしい。そしてこれが温泉の。温泉豆腐。タイムおいしい。うん。よいしょ。で、パンポンとちょっと。ポンとちょっと入れて。いただきます。豆腐大好き。絹豆腐がやっぱおいしいんだよね。うん、絹とかね、このおぼろ豆腐みたいな。うん、うまっ。とろっとろ。ね、ね、とろっとろ、おいしい、うん、もうね、飲み物どうにさ、ぶった言えない感じ、ね、あの、飲み物、うん、飲み物ね、これうまっ、ね、コクがあるね、うん、おいしいね、うん、おいしいですね、これは、うん、ね、お肌ツルツルになりそう、どうしよう、うん、これ以上ツルツルになったらね、どうしよう、そのパンじゃないよ。どうしよう、これ以上ツルツルになったものが、どうしよう、ママ、これ以上ツルツルになって綺麗になったらどうしよう、すごい、すごいって何パリパリめサラうどん、長崎サラうどん、これがお酢です、うん、これがソースで、はい、胡椒で行われることです。ありがとうございます。すみません。うん。うん。いただきます。うまっ。そうだな、これ、あんかけ。うまい？めちゃくちゃうまい。あ、ほんと？うん。うまっ。あ、しょうちゃんカツ丼が来た。カツ丼が来た。料理のカツ丼、おいしい。うん、食べていい？食べていいよ、うん、食べな食べな、うん、すごいね、カツ丼、うん、なんか上にトロトロのやつ、独特なカツ丼だね、うん、なんか、そのままのそれだね、なんかサクサクしてるのかもしれないね、うん、カツが、うん、うわー、上になんかあんかけみたいに乗ってる、独特なカツ丼、暑いな、そうだね、さっきジューって言ってたの、揚げたてだよ、うん、うまい、うん、かったね、うん、うまいね、カツ丼なんか特徴的、そうそうそうだね、だからカツを乗せてその上にあんかけみたいにドーってね、へえー、このサラダめっちゃうまい、ほんと？あ、うまい、うん、うん、うまいね、やっぱ美味しいな、長崎、長崎近いからね、嬉しいのは、そうだね、ここからどんくらい1時間ぐらい作って、1時間もかかんないよね、多分、うん、嬉しいのが近いから、佐賀より、佐賀市よりも長崎の方が近いですよね、うん、うわっ、ママ抜きだよ、いいですか、ババちゃん抜きだよ、うん、うわ、すごいな、釜も熱くなってますので、お使いください、お味噌汁熱くなってますので、使ってください、おいしそう、ホネギ、すごい、あら汁もすごいですね、あらかぶ、あらかぶの味噌汁になってます、すごい出汁が出てそう、すごい、え、あとこれ嬉野ちゃんの味ですか、ケーキですか、デザート、あ、炊き込みご飯、なんか釜飯、混ぜ混ぜして、まぜまぜ、うん、いろいろ入ってるわよね、うん、うーん、そう、やっぱ九州だからやっぱかまぼこが入ってるね、そうそうそう、独特だね、そう、暑そうだね、もうできたばっかり、できたてだから結構ほかほか、ね、ほかほかです、はい、どうぞ、うん、おいしい、おいしい、うん、おいしいですか、おいしい、ね、
あ、これ絶対熱い、やばい。うまっ。うん、ね、美味しいね。美味しい。やばこれ。美味しい。うまっ。うん、さあ、ということでございまして、佐賀県嬉野市にあります、50年続く老舗のお料理屋さん、しずさんを、ね、ご紹介しましたけれどもね、本当に美味しかったですね。うん、美味しかった、はい、美味しかったね。はい、ということでございまして、皆さんもぜひ来てみてはいかがでしょうか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。